皆さんこんにちは。パークレンジャーの東浜です。私は普段両南公園や小宮公園、竹山公園や大戸緑地といった4つの多摩部の公園で自然環境保全や生き物の調査を行っています。私は昆虫が好きなので、今回の生き物なぜなぜウィークでは昆虫のことについて回答していきたいと思います。昆虫のうんこは臭いのかという質問をいただきましたので、今から匂いを嗅いでみたいと思います。いや、ここに実際に7節のうんこを用意しましたので、その匂いを嗅いでみたいと思います。まあ、見えますかね、見えるかな、いっぱいうんこがあります。臭そう、ちょっと嗅いでみます。あれ、あ、全然臭くありません。あれ、全然、なんというか、ただ普通の草の匂いしかしません。ということで、昆虫のうんこは臭くないということが分かりました。ではこれからなんで、昆虫のうんこが臭くないのかについて説明したいと思います。まず動物のお腹の中には、いろいろな菌が住んでいます。その菌が、食べたものを臭くしています。なので、牛乳がチーズになるときに臭くなったり、豆が納豆になるときに臭いのもその菌が働いているからなんですね。虫のお腹の中にはそのうんこを臭くするような菌がいません。なので、昆虫のうんこは臭くありません。以上が昆虫のうんこが臭くないという理由でした。わかりましたか？